皆さん、聖書の学びをいたしましょう。ですね、まあ、先週、何ですか、不正の富で友を作りなさいなんてイエスさんおっしゃったんですけども、今日はですね、その、続きの部分を、見ていきたいと思います。ですね、まあ、イエスさんが先週、その不正の富で友達を作っときなさいと、言うたときに、本当の富があると。本当の富は、天国に、蓄えられている富やと。それに対して、この地上の富いうかな、地上で与えられているお金っていうのは、私たちは1円も天国に持っていけないし、そういう意味では本当の富じゃない、不正の富、偽物の富やと。つまり、この世の中で神様から預かっている、お金を使ってですね、富を使って、この世にいる間にですね、友達を作っときなさいと。林がたくさんの人を天国に、神の御国に、連れて行きなさいと。またそういった形で、お金を使い、また貧しく困っている人たちにですね、お金を使っていきなさいというような感じの話やったと、思うんですけども、今日はですね、その後、実は最後に、お金持ちのパリサイ人が出てくるんですね。で、このお金持ちの方がそれの話を聞いてて、ほんで、クスクス、イエス・キリストをちょっとバカにして、笑っていた。実はですね、今日の話はその後どうなったのか、イエス・キリストは、このクスクス笑っている、お金持ちのパリサイ人に対して、今日はですね、非常に強烈な、例え話を、しはります。聖書の箇所は、先週から引き続きの部分で、ルカによる福音書の、16章、今日は14節から、見ていきます。それでは、ルカによる福音書の16章、14節、見てみましょう。さて、金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。立法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。ここでね、そのイエス・キリストの話を聞いてクスクス嘲笑っている、お金持ち、パリサイ人がいたと。で、このパリサイ人っていう人たちは誰かっていうと、何回も聖書に出てくるんですけども、この人たちはね、結構宗教熱心な人たちだったんですね。で、彼らはですね、今の、たくさんのクリスチャンと同じように、聖書の言葉を信じている、聖書の言葉一言一句、間違いない神の言葉と信じている人たち、なんです。ただ、彼らはですね、その、一見非常に立派に見えるし、悪いこともしない、非常になんちゅうの、聖書に書いてある通りの人生を生きようと、してるんですけども、ただ、聖書を、神の間違いない言葉とした時にですね、実はですね、2種類の、考え方が、2種類のタイプの人間が、出てきてしまうんですね。一つは、自分の考えを、聖書に合わせる。聖書は神様の御言葉なんだから、当然ですね、聖書の言葉の方が、私たち人間のですね、浅はかな知恵よりもずっと正しいんだと。だから聖書を読んで、聖書に書いてる方にですね、自分が間違っている、自分の考えを、正して、悔い改めて、聖書に、書いてる方を、自分の考えを聖書に合わせると。これは、正しい姿やと思うんですけども、もう一つのやり方っていうのは、自分に何か考えがあって、で、その自分の考えを、正しいんだということを、証明するためにですね、聖書を利用してっていうかな、聖書のあちこちの、いろんな聖句を拾ってきて、そして、自分の考えを、の方にですね、聖書を自分の考えに合わせてしまう。つまり、私はこんな考えを持ってると。で、その証拠に聖書もそうやって書いてるやないかと。このやり方っていうのは実は悪魔が、イエス・キリストを誘惑するときに、そのやり方を使えたんですね。聖書に書いてあるやないか。で、このパリサイ人はですね、その中で実はですね、彼らの考え方は、実はお金持ちになるのは、
実は神様に祝福を受けてるからお金持ちになるんやと、彼らはそういう考え方をしとったんですね。ほんでそのいろんな聖書の箇所から成功を取ってきて、そのお金持ちになること自身はとってもいいことで、それはイコール神の祝福を受けてるから私たちはどんどん、お金持ちになるんやと。聖書はどう書いてあるかというと、お金そのものは良くも悪くもないんですけども、お金を愛すること、まあ欲やね、お金に欲があるというか、お金を愛すること、あるいはお金を信じることは頼ること、これは罪なんですね、はっきり。でしかもですね、聖書はたとえお金持ちであろうがなかろうが、困っている人に、これはもう旧約も新約もですね、その困ってる、まあ、兄弟姉妹に、まあ、その恵みを与えるというかな、まあ、寄付するというか、そういったことははっきりと旧約も時代も書かれてるんですけども、パリサイ人たちは、どうやらそういう考えじゃなくて、まあ、都合の悪い聖書の箇所は無視して、自分たちはですね、お金持ちになってどんどん飛んでもいいんやと。で、まあ、それこと、その、別にお金持ちになること自体は、聖書は全然否定してないし、悪いことじゃないんですよ。だから、お金をどう使うかなんですね。お金を愛してるかどうか、神を愛さずお金を愛してたら、これは罪なんですけど、パリサイ人は明らかにですね、お金を愛してて、で、彼らはですね、自分たちがどんどん飛んでいくのは、まあ、正しいことやと。ただ、このような、まあ、宗教に熱心で、一見、もう聖書も中心、聖書は神の言葉や言うてるこの人たちがですね、やがて、まあ、イエス・キリストをその十字架にかけてしまう、まあ、イエス・キリストの敵かな、になるような、まあ、悪魔に利用される人たちなんですね。で、この人たちは、まあ、先ほどの15節見ると、人の前では正しく見せてるし、まあ、人の前ではいかにも、あの人たちは立派な人やってこう言われるような人生を送ってるように見えるけども、しかし神様はこの人たちを、まあ、嫌っていると神様には憎まれて、しかも嫌っていると。でこういったパリサイ人はですね、自分は正しい、自分は間違いない、自分はもう立派やと思ってて、で彼らはですね、その反対に、あいたその罪人と呼ばれてる人たちは、彼らはまあもうその天国に行けないと、自分たちはアブラハムの子孫なんで、もうオートマティカリに自動的にですね、天国に行けると。でところがその彼らの天国に行けない、彼らの理解はたとえユダヤ人であったとしても罪を犯してるんで、ね、罪人は、天国に行けないと、彼らはそういう理解やったんですね。でその彼らの言う罪人ってことは誰か言う、例えばその障害者の人やとか貧しい人たちは神の祝福を受けてないから、彼らはですね、まあ罪人やと、天国行けない。で、あるいはヤクザのような人たち、まあちょっと悪いやつらっていうかな、まあ不良っていうか、あんな連中は、まあ林が差別を受ける立場にいる人たち、あんな奴らっていう感じでパリサイ人思ってたみたいですね。あんなその、俺たちは立派やと、俺たちはもう宗教に立派で、毎週ちゃんと何ていうの、街道に行って礼拝もし、ほんでその法律もちゃんと守り、そしてしかもその証拠に、神様に愛されてる証拠に、神様どんどん私たちを、まあ、富ましてくれてるというか、私たちはどんどんお金持ちになっていくと。ほんでこれは私たちはそので死んだら間違いなく自分たちは天国に行くと、救われるとパリサイ人思っとるわけですよ。ところがその神様はね、このイエス・キリストはそのパリサイ人に対してバチッとですね、あんたら神様に嫌われてるってと、ほんでそんなことをはっきり言うんですね。しかも16節では立法と預言者はヨハネまでやと。でそのまあバッテストのヨハネですね、まあそれ以降は基本的には預言者っていうのはまあ出てこないっていうか、その神の言葉は新約聖書ができた時点でまあまあ、完成している。だからその新たな預言者は必要ないということで、イエス・キリストはですね、立法と預言者はバプテスマのヨハネまでやっていうふうにこう言うんですね。
まあ、最近のね、私たちの周りの宗教でも、例えば、エホバの証人の、まあ、創設者もそうですし、それから、なんちゅうの、統一教会の、まあ、方も、創設者もそうやし、それから、イスラム教もそうですけど、彼らは、まあ、預言者って言ったんですね。自分たちは、神の言葉を伝える人間や言ったんですけど、聖書を見ると、バプテスタのヨハネまでやということなんで、まあ、ちょっと疑問に思っちゃいますけど、そのヨハネ以外の後の時代の人たちが自分は預言者や言うて預言してる姿っていうのはちょっとこう疑問に思いますけどね。でもどちらにせよイエス・キリストはこのパリサイ人に対して預言者はバプテスタのヨハネまでなんやと、それは彼らは自分たちこそ、神の言葉伝えてるんや言うて、これで自分たちは間違いなく天国に入れる言うたんやけど、イエスさんはもうみんな天国に入れようとしてるけど、そんなことないでと。でこの後ですね、非常に、また彼らが聖書を守ってるって言いながら全然守ってないっていうところを、また別の例えではっきりと示します。この後17節、見てみます。しかし律法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離別して他の妻と結婚する者は姦淫を犯すものであり、また夫から離別された女と結婚する者も姦淫を犯すものです。ここでですね、律法の一角って書いてますけど、これ一筆な意味ですから、一つの単語やとか文字じゃなくて、もうその、いわゆるこう、ちょっと点みたいなやつやとか、こう、ピュッとこう、それすら、失われないと、それがその聖書から消えてしまうよりはですね、あるいは聖書の御言葉が変えられるよりは、この天と地が滅びる方がまたずっと簡単やなんですね。つまり、イエス・キリストが言うてるのは、神の御言葉っていうのはもう一言一句、まず間違いないし、それから一言一句ですね、まあ普遍性があるというか、その変わるわけじゃないと。ところが、パリサイ人たちは自分たちの都合によって、神の、聖書の言葉を、まあ、借りてきていうかな、自分たちの意見の方に聖書の言葉を合わせてしまう。で、特に彼らがやってたのは、まあ、離婚に関してなんですね。この離婚っていう問題は、確かに難しい問題ですけども、聖書はどう書いてあるかというと、基本的に神は離婚を喜ばない、離婚をしちゃいけないと、聖書は言うてるんですけども、でも、人間はですね、まあ、弱いもんだから、モーセの時代に確かにですね、聖書の他の箇所で、例えば、新明記の、24章の1節から4節までを読んでみると、いかにも離縁状を出してですね、いいんじゃないかなと思ってしまうような箇所があることあるんですね。で、パリサイ人はそういったところを利用してね、彼らはお金持ちですから、なんていうんやろ、まあ、二号三を作るいうかな、その前の奥さんが嫌になったら、離縁状を書いて、ほんで、ちょっと若い次の女の人を奥さんにして、いうようなことを平気で彼らはやってたみたいですね。で、彼らは、それは、別に聖書から見ておかしくないんや、なことやってたんですけども、イエス・キリストははっきりとですね、この部分も突き寄るんですね。あんたたち離婚状書いて、バッタでやってるけども、それはもう聖書的に見て、やはり良くないでしょうと。まあ、離婚に関してもですね、それから多分、若い男性が、性的に、まあ、女性を見てしまう、行為、まあ、いわゆる、マスターベーション、それから、あるいは嘘をつくとか、ああいったものも、聖書を見ると、まあ、いいことではないと、罪は罪なんだ。でも、死に至らない罪だと思われます。でも、いいことじゃないです。で、やはり、ちょっとグレーゾーンがあって、確かに聖書の他の箇所では、私たちの心が固くななためにですね、まあ、ついつい嘘も言ってしまったり、それから、そういったマスターベーションにしても、まあ、どちらかというと軽い罪の罰が与えられてたり、それから、離婚もやっぱりその分類に入ってくると、絶対言いますけど、いいことじゃないですよ。なんで、神の御心は、離婚をやっぱり許しておられない。でも、パリサイ人はですね、ちょっとグレーゾーンのところをうまく利用して、聖書の御言葉をあちこちからパクってきて、ほんで自分たちはもうどんどこ離婚しとったんですね。ほんで、イエスさんはですね、あんたらそんなことしとったらあかんと。まあ、こんなことをこう言う。で、この後にですね、19節以降、
これまた強烈な、なんていうんですか、例え話をしてくれるんですね。19節以降、ちょっと読んでみたいと思います。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び、暮らしていた。ところが、その門前にラザロという全身おできの、貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。まあここでね、イエスさんはこのお金持ちのパリサイ人たちに対してあるお金持ちの話をしはるんですね。ほんでそのこのあるお金持ちはその紫の衣やとか着てたって、この紫の衣持ちのあの当時非常にもう超お金持ちのごくわずかな人しか着ることができなかったような高い着物らしいんですけども、まあ今風に言うたらちょっとこうブラなんちゅうかな、ブランドもんよ、そのグッチーやとか、ちょっと私よく知らないけど、プラダだとか、そういったそのブランドも持っとったら、一発でこの人金持ちやってこう見られる。まあ、例えばランボルギーニみたいな車に乗ってるとか、そういったイメージだと思うんですね。だから紫の衣着てるって聞いただけで、まあ、今風に言ったらランボルギーニの車乗り回して彼は贅沢に生活してたっていう感じの、イメージで。で、それに対して今度はラザロっていう、まあ、貧乏人が出てくるんですけど、この人はほんまに貧乏で、しかも全身おできで、まあ病気でね、おできで、しかもですね、その主人の食卓から、落ちるものを食べてお腹満たしたいと思ってたいうのは、主人の食卓から、なんちゅうかな、テーブルから落ちる食べ物を食べるのは、犬やね、犬扱い。動物、やっぱりお金持ちがですね、こう食べてる間に、時々床にポトッとこう、食べ物の一部が落ちたりしたんでしょうね。そしたら、まあ、掃除機代わりなおかしいけども、お金持ちはその床自分で拭くのも嫌やし、ほんで犬がポコポコってきてですね、自分のペットにこう食べさすいうかな。で、犬がペロ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 床を舐めて綺麗にしとったら、ああ、綺麗になった、みたいな感じだったんじゃないかもですね。このラザロという人は、まあ、この犬扱いされてるんですね。で、それどころか、全身おできを、なんと犬がペロペロ舐めてたということで、このラザロさんはですね、犬にも舐められとる。そんな、もう、超ウルトラ、まあ、惨めな、人間なんですね。本来、もしこのお金持ちがですね、本当に、まあ、パリサイ人でちゃんと神の御言葉を守っていると言うんだったら、本来このラザロに対して、まあ、恵みをするというのが本来の姿なんですけど、もうそんなこと一切、彼ら、このお金持ちは一切そんなやってないですね。自分はどんどんお金持ちになって、もう立派やと。でも、その、ラザロに対しては何もしてない。ラザロにはもう犬、ラザロは犬扱いされとる。まあ、こういった、状況をやったっていうんですね。で、この後実は、イエスさんは、例え話で、この例え話で、まあ、どんでん返し言うかな、ガラッと状況が変わるような話をします。この後どうなったのか、22節読んでみます。さて、この貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を開けると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父、アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して、私の舌を、冷ますように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。なんとですね、先ほどのそのお金持ちもですね、それからラザロも、まあ、死んでしまうよね。ほんで、このラザロの場合は、天使がペアッと来てくれて、で、ラザロをちゃんと迎えていってくれた。ところが、お金持ちの場合は、まあ、葬式はしたって書いてあるんですけども、多分、大きな、すごい立派な人間の目から見たら立派な葬式やったでしょうけど、別に天使も来てくれへんし、しかもですね、彼が気がついてみると、そのお金持ちはですね、なんとその、ハデスの、まあ、いわゆる黄泉の国のですね、まあ、苦しいところにおったんですね。まあ、このちょっと図を見てもらうと、ちょっとわかりやすいんじゃないかと思うんですけど、まあ、今私たちが、この、まあ、地上にいてて、で、死んだら、どうなってた、どうなるっていうふうに聖書は書いてるかというと、旧約の時代っていうか、そのイエス・キリストが、復活される前はですね、まあ、誰一人、天国に行けなかったと。いわゆる、まあ、イエス・キリストを通してでしか天国に行けませんから、
で、ところがですね、その、ほんな旧約時代のイエス・キリストの前のですね、例えばアブラハムだとかダビデだとか、そういったその預言者だとか、そういった聖者はどこ行ってたかというと、場所としてはここにあるアブラハムの懐と呼ばれている場所。で、これはまあ、懐っていうのはアブラハムの胸元っていうことなんで、アブラハムにまあ、抱かれている、赤ちゃんのイメージなんですね。だからそのアブラハムの子孫が行ける場所という意味で、アブラハムの懐と呼ばれている場所があったんやと。で、ここにですね、そういった、いわゆる聖者っていうかな、本来天国に行くべき人たちが、ここにいて、で、イエスさんが、十字架にかかって復活された時に、ここにいた人たちもみんな、連れてですね、ほんで天国に行ったみたいですね。で、まあ実際にはね、イエスさんは40日間、復活なさったとうろうろしとったんで、聖者たちはですね、多分、ダビデやとか、あの人たちは、なんちゅうの、ちょっと しばらくエルサレム行ってみたら、ちょっと、えらい変わったんだな感じでやったんちゃうかも。聖書のある部分では、聖者たちが蘇って、そのうろうろしとったようなこと書いてあるんで、で、だからこのアブラハムの懐に持った人たちはみんな今は、まあ天国に、行ってはると思うんですね。ところがその、ラザロはそこにおって、で、その、例のお金持ちはですね、名前すら実は、聖書では出てこないですね。ラザロはちゃんと名前があるから、それだけ神の目から見たら、やっぱり聖書に名前があるいうことは、そんだけ、まあ、ちょっと重要や意味で。ところが、ラザロの方が重要で、お金持ちの方が名前すらない。まあ、ここではお金持ちとラザロがですね、立場がもう死んだ後の世界では逆転してもとですね。で、このお金持ちはですね、本来、彼はですね、その聖書の御言葉を信じてる、神を信じてるって言うんだったら、彼も本来もしちゃんと、そのアブラハムの懐に本来行けるはずだったんだけども、彼はお金持ちなのにですね、お金は自分の富に使ってて、ラザロに一切、恵んでなかったみたいですね。で、そんなことだもんで、ハデスのしかも苦しい部分にいると。で、このことを考えると、今この地上でいる私たちがどのようにこの地上で、お金をですね、使うか、神から預かっている富を使うかいうのは神様もそうよく見てはって、で、私たちはこの地上で聖書の御言葉通りですね、やはり兄弟姉妹や困っている人たちのために使ってるんやったら、また話は別やし、ちゃんと献金もですね、そういう意味でしてるんやったら、ところがね、その神の富を、もう自分のもんだけにしてるという感じの場合、あるいは、神を信じずお金を信じてる、神を信じずお金の方を頼っていると、こういったケースの場合はですね、まあ未来永遠の部分、つまり死んだ後にそれがやっぱり影響するいうことだと思うんですね。この場合は、私たちが地上で、生活していることが、やがて死んだ世界で、私たちは裁かれる元になっている。で、このお金持ちはですね、その結果、裁きを待つ場所としてハデス。しかもそこはもうすでに、苦しい場所みたいですね。で、しかもここでまだですね、このお金持ちは、ラザロが、アブラハムの懐にいるラザロを見てですね、まだラザロをこう、まあ、自分より下と見てるみたいで、ラザロを使おうとするんですね。で、その時に、16節で、父アブラハムなんて読むようやけども、アブラハムはもう父と違うね。父アブラハムやったら彼は、お金持ちはアブラハムの懐に行けたでしょうけど、彼は頭の中ではね、アブラハムは僕のその、父なんやと、お父さんなんやと思ってるかもしれませんけど、現実には彼はですね、死んでみたら、アブラハムの懐に行けなくって、彼はですね、まあ、ハデスの、苦しみの部分に、おったと。やがて、裁かれて、まあ、地獄、ゲヘナの方におってしまうと。こんな状況になっとった。で、彼はそのビクなことで言うんですね。あれどないなっとんねん。で、この後ですね、25節、どうなってるかというと、アブラハムがこのお金持ちにこう言います。アブラハムは言った。来よ、思い出してみなさい。お前は生きてる間、良いものを受け。ラザロは生きてる間、悪いものを受けていました。しかし、今ここで彼は慰められ、お前は苦しみ、もだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな溝があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。今度はですね、アブラハムがこの、お金持ちに対して言うたのが、あんた、今、状況逆さまやろうと。そもそも神様どういうお方かっていうと、聖書を見て分かってくるのは、私たちが思ってる以上に神様は公平なお方なんやね。お金持ちであろうが、罪人であろうが、悪い人であろうが、
ちゃんと雨が、世界中に雨が降り、太陽が同じように、まあ、こう、照らされてですね。ほんで、なんちゅうの、そんな、その人間ちゅうのはすぐにですね、あいつはあかん、こいつ、俺は立派やって人を差別してるんですけども、神さんは基本的にですね、公平なお方で、で、お金持ちはですね、ずっとこのラザロみたいな野郎ちゅうかな、その、いわゆる障害持ってる人間やとか、差別を受けるべき人間やと、彼ら、そういった、思ってて、で、差別を、受けてた方の人が、さあ死んでみたら、立場が逆さまやったと。で、アブラハムはそういうんですね。アブラハムが、あんた、ラザロを、あんたあんだけ馬鹿にしてたけども。でも、ラザロは生きてる間悪いことがいっぱいあったけども、今ここでは違うよと。ほんで、でもあんたはですね、神様を生きてる間全然お金を信じてたかもしれんけども、本当の意味で聖書の御言葉を、なんちゅうの、聖書を信じてるだとか、聖書が神の言葉やと口では言いながら、実際には、そういうふうに、まあ、生活していない。自分はですね、どんどん、飛んでお金持ちになるのは神の祝福を受けてるから、ええんやと。ほんで、聖書がどう書いてあるかの、ちゃんとはっきりと、聖書の一あちこち取ってきて、好き勝手に、自分の言うてることを、まあ、正しく見せようとしてたよね。で、そんなパリサイ人に対して、アブラハムはですね、あんたはこっち来ようとしても、そこには大きな溝があって、来られへんねやと。神の裁きを受けて、あなたは結局神を信じず、富を信じてたんや、ということでですね。まあ、そんな場所におるんや、ちゅうね。で、27節。今度は、どういうふうにこのお金持ちが言ったか、ちょっと読んでみます。彼は言った。父よ、では、お願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。なんとお金持ちは死んだ後に、自分が苦しい場所に行ってるんで、なんと自分の、お父さん、まあ本当のお父さんいうかな、地上にいるお父さんと、そこになんとまた5人、このお金持ちのような生活。だから、このお金持ちは、もうファミリーでお金持ちだよね。ほんで、あと5人、自分の兄弟をと、その兄弟に言ったってくれと、あんたらこのままやったら、ここ来てまうでと、で、ところがですね、アブラハムが言うんです。いや、そんなこと言わんだって、モーセと預言者、いわゆるその旧約聖書ですね。旧約、ちゃんと聖書を、彼ら聖書を読んどったら、聖書を本当の神の言葉として、自分の考えを聖書の方に合わせるという、そういった謙虚な立場におるんやったら、問題ないやろと。ちゃんと、早くが聖書通り、聖書が何を言っているかということをですね、で、判断し、人生送ってたら、ここに来ることないよと。でも、言うんですけども、で、このお金持ちはこの後30節、こんなことですね。彼は言った。いいえ、父、アブラハム、もし誰かが死んだ、誰かが死んだ者の中から、彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに、違いありません。アブラハムは彼に言った。もし、モーセと預言者との教えに耳を傾けないなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。まあね、そら、お金持ちが死んでみたらそうやったいうのは分かって、で、彼の考えとしては、それは死んだ後の世界は私たち生きてる人間分かれへんって言うけども、死んだ世界から戻ってきた人がもしいてくれてですよ、その人たちがえらいこっちゃこんなんやったってこと言うてくれたら、まあ地上にいる人たちが悔い改めて神様信じるやろと。ほんで、まあ、だから、死んだ人から、蘇って、誰かが蘇って、ほんで、その死後の世界のことを伝えたってくれと、彼言うんですけども、なんと、この最後の31節、聖書はですね、アブラハムは、たとえ、黄泉の国から戻ってきた人がいたとしても、結構みんな信じまへんで、言うんですね。で、まあ、ご存知のように、イエス・キリストは、蘇りはったんですけども、
未だにですね、イエス・キリストを信じない人がたくさんいるし、キリスト教っていうのは、このイエス・キリストの復活があったからこそ、成り立ってる宗教なんですね。イエス・キリストが蘇ったっていうことを、目撃した、十二弟子もそうですし、何百人、何千人っていう人がいて、で、初期のキリスト教のものすごい迫害を受けて、みんな死んでもですね、喜んで死んでいく言い方いいのかな、実際に、復活したイエスの話を聞いて信じた人は天国に行けたというこういう理解なんですけど、それが元になってキリスト教はスタートしたんですね。ところがね、未だに多くの人が、イエス・キリストは復活しても信じないし、ましてですね、実はイエス・キリストはこの話をなさった、ちょっと後にですね、十字架にかかる少し前に、同じ名前のラザロっていう、自分の友達をやはり復活というか死から蘇らしてるんですけどね。でもやはりみんな信じない。基本的にここのやっぱりポイントっていうのは、この地上にいる間、神を本当に信じてるか、そしてまずは神の御言葉である聖書をどう理解というか信じてるかですね。多くの結構人がですね、自分の意見の方に聖書を合わせてしまう。そうやると何ぼでも聖書の御言葉をあちこ、聖書の一部分だけ取ってきて拾ってきてですね、ほら聖書に書いてるやろ。だから俺は正しいんやってやるのは、やはり危険なこと危険なんですね。多くの、いわゆるカルトやとか、そういった宗教は、そういったやり方で、キリスト教から分かれていったり、悪魔自身がですね、そのようにして、聖書の一部を取ってきて、イエス・キリストに、ほら、聖書にこう書いてあるやろ、ってなことをやるわけですね。でも、聖書っていうのは、やはり一部分だけ取って、話するのは非常に危険だと思います。やはり総合的に、ちゃんとこの、神学を勉強し、そしてですね、一体何が書いてあるんだと。で、そういった総合的に判断すると、三位一体っていう姿も見えてくるし、いう形になるだと思うんですけどね。ここでのやっぱりポイントは、神様を信じてる人は天国に行けるけども、最終的に神を信じず、その自分の、力っていうか富ですね、富を信じ、そしていかにもその神を信じてるような顔してても、実際にそれをしていない人たち、このパリサイ人たちってのは本当にそうで、彼らは非常に宗教熱心な立派な人には見られてた。しかも、彼らはですね、自分たちが飛んでお金がどんどん溜まっていくのは、神様の祝福を受けてるからや、言うて、その旧約聖書の言葉をあちこち拾ってきて、そういうふうに言うてたんですけども、実際には彼らはですね、そういったその貧しい人への恵みを何もしていなかった。面白いことに、14章の方を見ると、イエス様はお金持ちのパリサイ人の家に招かれてる時にですね、そのお金持ちに、あんたはお金持ちや自分の友達をそのパーティーに呼ぶんじゃなくて、貧しい人呼びなさいというようなことを言うんですけども、彼は、お金持ちはそういう発想がないですね。お金持ちはですね、自分のもういっぱい、お金は自分のもんや思ってますから、それをですね、貧しい人のために使ったり、あるいはなんちゅうかな、そういった、ことに全然使おうと、世界の人たちを救うという方には頭が動いていない。それを、バッチリ、ここで裁かれて、死後の世界ですね、その現実が彼らには分かるということですね。最終的にはね、神の御言葉は非常にはっきりと、神が私たちを本当に愛してくれてて、そして私たちの身代わりとなって、十字架で死んでくれたんだと。この私たちの罪っていうか、私たちの悪いところ、汚れをですね、全部許すために、私たちは本当にこう、汚れた、情けない人間なのに、その全てを許すために、イエス・キリストが私たちの身代わりとなって、十字架で死んでくれたんだと。しかも、証明を、復活という証明をされて、復活されたことによって、アブラハムの懐に対してもそうやし、これからの私たちも、今信じたら、天国に、神の御国に入れるんだ、救いに預かるんだということが、聖書ははっきりとそう書いてあるんですね。だから、もしこのビデオを見ておられる方が、おられるんであれば、本当に、お金に頼ったり、自分の力に頼ったりするのではなく、聖書の御言葉通りですね、神様の愛を受け入れ、神様を信じる、人生を歩んでください。そして、イエス・キリストがあなたの救い主であるということを信じていただけたらと思います。それでは今日のメッセージ終わります。
天の私たちの父なる神様、今日の御言葉感謝いたします。多くの人が、自分は、天国行くやろとぐらい思っています。しかし、聖書をはっきりと、天国行くのは神を信じた人、神の愛を受け入れた人が、天国行きますが、そうでない人は、基本的に、裁きの場所で待たされることになります。どうか、一人でも多くの方が、あなたを信じ、そして、天国に行くことがありますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではバイバイ。はい。